八博士神社は、長野県諏訪市にある神社。旧社格は、県社。八千穂子の神、日本穂高、本田分家の村の御柱の神を祀る。諏訪大社上社の拙者である。当社はもともと、諏訪湖中にある高島の里に鎮座し、諏訪湖の造船船で造営されてきた。豊臣秀吉の高島城を追記に再し、現在地に潜座した。江戸時代には、高島藩諏訪家が、 巨城鎮後の神として数敬し、明治以降は大和田村の産ぶすなとして庶民からの信仰を集め現在に至る。当社の特殊神事として、お渡し神事がある。お渡り拝刊の神事として一般に知られている。この神事は、当社の神職によって行われる。諏訪湖でお渡しが観測されると、当社では臨時の総大会を開き、拝刊式の日を決める。その後、 宮司家新職及び宇治子総代は自宅の門戸に締め縄を張り、精進決裁に入る。配管式当日は、まず社殿で終罰を行い、諏訪湖へ向かう。現地では古州を回り、和ずゆきお渡し、にのお渡し、作のお渡しを拝刊して、下座と上座の湖岸地点の見分を行う。そして、社殿へ戻り、お渡しの状況を祭神へ報告する。 報告祭が行われる。引き続き、その状況により、当年の農作物の作柄、世の中の吉祥、気候等の年占いが行われる。お渡しの状況と年占いの結果は、中心上にまとめられ、後日、宮司と宇治子総代が、諏訪大社上社へ出向いて、お渡し中心式を行い、神前に捧げられる。これを受けて、諏訪大社は、この内容を、 宮内庁と気象庁へ報告する恒例となっている。直近では2013年にこの神事が行われ、1月22日、お渡しを観測、臨時総大会、1月25日配管式、2月17日、中心式の日程で行われた。なお、報告祭と中心式は、お渡しの観測されない年でも行われ、お渡しはなかった旨の報告がなされる。特に、 お渡しのなかった年の諏訪湖は、明けの海と呼ばれる、当時の高島村のこと。社があったのは、現在の高島城がある場所かつては幕府に報告されていた。ありがとうございます。